パーサー鳥菜のゆうじです。今日はですね、大胸筋をつけていく話をしますが、ただ、大胸筋の話はほとんどしません。大胸筋ではなく、今日はね、背中の話をしていきます。大胸筋だけど、ほぼ背中の話をしていきます。まあこれなぜかというとですよ。大胸筋をね、トレーニングしていくとき、まあベンチプレスでもダンベルプレスでもどっちでもいいです。やっていくときに、 ま、こういうふうに押し出しますよね。こう下げて押し出す。バーベルでもダンベルでも同じ。下げて押し出す。で、この時に、特にもう40、50歳を超えてきた人の、ほとんどの人が、上げた時に肩が飛び出してしまうという癖があります。この癖があります。癖というかね、まあ、なっちゃう人が多いんですね。出してしまう人が多いです。でこれ、肩が前に出てしまうと、大胸を切ってものすごいつきづらいです。 なぜつきづらいかというとですね、大胸筋っていうのは、スタートとエンド、こことここがスタートでエンドになります。で、こっちはこっちがスタートとエンドになるわけですね。起死停止になるわけです。で、これがですね、両方が縮むから、こう、収縮、そして離れるから伸びるっていうふうになるわけですけど、これが、もし、押していくときに肩が上がってしまうとどうなるかというと、肩が上がってしまうと、なんかより縮んでるように見えて、こっち逃げてるんですね。逃げてるという感じ。 だから、騎士がここでストップしてればいいんですけど、停止の方がこう近寄ってきてるのに、こっちから逃げちゃうんですよ。逃げちゃう。だから収縮してるようで収縮してないんですよ。だから、収縮するのが辛くて逃げてるとも言えるわけです。だけど、ここはね、 騎士が逃げないで収縮するという感じを作っていかなければ、ギュッとした時の盛り上がりがまずできないわけですね。だここはかなり問題なわけですよ。だけれども、こうやって押していく時にかなりほとんどの人は上がってしまうと。なぜこれが上がってしまう人が多いかなんですよ。だこれがもうね、50歳以上過ぎた人にはすごく多いということ。だその理由というのが、 やはり長年にわたるまあ仕事の姿勢ですね、まあ、生活の姿勢ですそれがやっぱりこういう感じの姿勢が長いともうほとんどこうなってしまって締めることができなくなってくるわけですね締めることができないそもそも普通の状態で締められない状態なので,でベンチプレスダンベルプレスをやってる時にもあんまり締まってない状態からスタートしてしまうのでそもそもあまりアーチが描けてない アーチがえげげっていうのはほぼまっ平らな状態からスタートして押,し押すとこうポコンとへこんじゃうわけですね。だからそれは背中を締めることによってアーチを描くっていうふうにしてほしいんですけどただ単に 体のアーチを描くというよりは、背中の筋肉を締めておく必要があるんですね。それが締めておけないポジション、つまりほとんどフラットな、真ったな状態から初めのね押した時にへこんでしまうということが起きてしまう。で、これによって荷がバン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 、マイレップ、マイレップ、逃げてしまうわけですね。これがすごくもったいないということ。で、これが、やはり、長年そういう姿勢で生活をしてきた50歳以上の人にやっぱり大きく出てくるわけですね。だから、大胸筋をつけたければ、 背中をしっかり縮めること、そして収縮したのをこのまま維持できる、その体勢をね、維持できるだけの背中をしっかり持っておくことが大胸筋をつけることに役立ってくるわけです。ここのまずね、土台の部分がしっかりしていないと、腕をどう動かそうが、重さがどんなどん重さとるが、全くね、この土台から崩れてしまったり意味がなくなってくるね。これで大胸筋がなかなかつかないという状況が続いてしまうわけなので、これはもったいないので、まずこの土台から直すために、この背中を寄せる、締めるというところをちゃんとやってほしいということ で、この締める、寄せるっていうのには、まあ、二つ段階がありまして、一つは柔軟性ですね。柔軟性。ちょっと皆さん一応立ちましょうか。立ち上がって、手のひらを後ろに組みます。手をね、指をクロスするように組みます。そして手のひらもつけます。指クロスするだけじゃなくて手のひらもつけます。ぺったりつけます。そして肘を伸ばします。肘は完全に伸びたところ。肘を完全に伸ばした中で、さらに肩をくるっと後ろに回すことができますでしょうか。これ回せます。 ただし、これをやっていくときに、まあ今、じゃあまず最初、僕のこの肩見てください。肩が、こう、動く。というのはまあありますね。これがまず動くかどうか、ということは大切なんですよ。これが動かなければ、つまり、肩関節の前が開く、この、胸さ関節、この鎖骨の付け根の骨ね。これも開くように動くかどうか。この2箇所がしっかり、柔軟性を持って動かなければ、まず後ろにこの寄ってくるというのはないわけですね。 ただこれをやってる時に、これをやってる時に注意したいのが、一生懸命これを寄せようと思って、寄らないのにね、硬いのにこれを一生懸命寄せようとして、これがお腹が出てしまって、ガッとこう、お腹と腰で、こうやってグッと持ってっちゃう。これはいってお腹が出るみたいな。これで寄せたら意味がない。や、やっていく時にね、ここ。お腹全く動かない。お腹全く動かない。まったりなままで、お腹が動かない中で、肩がこれだけ後ろにぐるっと動くかどうかです。お腹1ミリも動かない。 こういう感じでできますか手のひらつけて、肘伸ばして、かつお腹1ミリも動かないで、この肩関節がぐるっとね、きちんと動くかどうか。この柔軟性を養いたいんですね。まあ今できなければ、これができるように徐々に練習すればいいです。急にできるようにならないので、ね、これをね、一生懸命お腹を動かさないように、一生懸命こうやってねち、ちっちゃいところから動かすという練習をしていく必要があるので、まあこれは、あの、ちょっと時間をかけてやってほしいです。これがね、徐々に徐々に大きく開けるようにやってほしいということ。それともう一つ、ちょっと一回脱ぎます。 はいおなじみのマイクポジションになりましたけれども、えー、ちょっとこれ、ね、セロテープなんで時々ペコ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 ,ペコ言いますけれども、えー、ご了承くださいそしてですね今ねちょっとまず見てほしいそして皆さんにもやってみてほしいのがこうやってねじゃあ、えっと、ダンベルプレスをやってる時のこう姿勢をとるまはさっき肩甲骨の間を、ね、締めると言います肩甲骨の間を締めました肩甲骨の間を締めてるんだけれどもこれが一切開かないように肩甲骨の間を締めたまま肘の押し出しが できますかこれをまず自分自身のスマホでカメラで撮ってみてください。動画を撮ってみてください。しっかりこう締めた、ね、健康剤だ締めた、これを肘を押し出すけれども、肩甲骨が一切開かないような感じでやれるかどうかです。はい。これできますでしょうか肘はもちろん伸びきることはないです。肘を伸ばしきることはないです。これを押さえておけば肘,肘を伸ばしきることは難しいので、大体僕がこの締めたままでやっていて、 このぐらい。まあ伸びきる手前ぐらいになってくるわけですけども、まあそんな感じでこの辺までにいいので、あの、締めたままでやれるかどうか。まずこれを撮影してチェックしてみてください。まあ今のような締めたままね、何もダンベルの負荷かかってないです。ダンベル負荷かかってないですけれども、その中であれば一切動かない、一ミリも動かないぐらいな抑えてる感覚が欲しいですね。これもしっかりと肩甲骨の間が収縮するという、その、 ストレッチたちが逆の柔軟性が欲しいんですね。だけど、これがやっぱり開いたままになっている人が多いので、これもね、普段からしっかりね、あの、日常ながらこう、ぐるぐるこう、少しシュラッグ、後ろに向き、後ろ向きのね、シュラッグをやっていくようなことを、日常からやっていくことが大切なんですよね。あと、まあ、この締めておくことで、これできる人はちょっとね、チャレンジしてできた人は教えてほしいんですけど、今から救急の技をやります。救急の技。このボールペンを使います。ボールペンを使います。ボールペンを、 ちょっとね僕もこれ真剣にやりますねここで失敗すると恥ずかしいので真剣にやりますえっ、ー、とボールペンを肩甲骨の間あたりに乗せて締める締めた締めた中で肩甲骨の間からボールペンが落ちないように肘の巻き伸ばしをやっていくどうでしょうかはい開けばまあ落ちますのりはついてませんのりはついてません どうでしょうか皆さん、えー、ここまで締めた感じでできますでしょうかまあ、ボールペンは <laughs> 挟めなくてもいいです。あのー、やっぱりちょっと体脂肪があると挟めないとか、まあそれもありますね。今回は体脂肪の問題ではないので、しっかり収集できるかどうかなので、ただ、 えー、体脂肪があまりない人の場合は、それは挟めるぐらい目いっぱい収縮する。まあ、そのぐらいのものが欲しいということなんですね。で、そこまでね、ここまでしっかり収縮できるためには、さっき言ったこのシュラッグを日常か日常でね、何も持ってなくていいです。持ってなくてぐるぐるやる必要もあるんですけど、あとはね、意外とね、あの、トレーニングをやっぱり分割法でやるっていうのは良かったりするんですね。分割法でやるっていうのが、 まあ実際にはね、一個一個の筋肉をよりつけるために分割するっていう意味合いもありますけれども、一週間の間に何回もそこに力を入れて締める回数があるかどうかなんですね。例えばじゃあ、 大胸筋の日、大胸筋の日にはこうやって締めてます。じゃ、今度、ショルダープレスの時。ショルダープレスの時にも、意外とね、これ締まるんですよ。締まるんですよ。開いてやってるので、意外とギュッと締まってやってるので、意外と締めてます。で、もちろん背中の時にも締めます。それから、まあ、スクワットをやる人の場合ジムでスクワットをやる人の場合には、スクワットをやる時にもこれ肩甲骨でギュッと結構締めるんですね。だから、そういう回数があればあるほどいいので、まあ、そこの締めることに関しては、分割法でやった方が、あの、その肩甲骨の周りに関しては、よりメリットが大き 聞いてね、そういう意味でも分割法は意外と良かったりしますねなので今のような鎖骨骨周周り肩り肩肩の柔柔軟軟性性とと甲骨が収縮するという柔軟性、まあ、この柔軟性を養うことをやっぱり日々やりながらその上で背中を締める筋力も養っていく必要がある柔軟性と筋力なんですねこの両方が必要ですでこの筋力というのはもう単純に背中をしっかりやってほしいということ背中の筋力を上げるためには何がいいかというとやはり懸垂がいいです だから僕これ懸垂進めてるのもあるんですよ懸垂をやっていくまあこれ基本的には広背筋から大円筋の辺りをこう締めていくものではあるんですけど当然胸を広げてこう後ろを締めるようにこういう体勢でやっていきますなののでこの 件数をやってほしいということうまあできない人はあのあまりできない人は低い鉄棒とかでこう止まるところからやってほしいし止まったところから下ろすだけでもいいんですけどまあこの辺はねいつも説明していることですねあの下ろす方だけでもいいのでやってほしいということまあこういう件数が家にない人というのもいるとは思うのでただね大胸筋をしっかりつけたいという願いがあるならば近くの公園の低い鉄棒でもいい低い鉄棒でも,いいもうこのぐらいの鉄棒でもいいですよこの辺からぐーっと降りるだけでもいいんですよ膝曲げでね その低い鉄棒を探して、必ずね、近所5分以内か10分以内があるんじゃないかと思うんですよね。なので、そういった鉄棒で週1、2回懸垂をね、3セットやるというだけでもやってほしいということ。あとはね、もっとね、寄せるということで、単純にね、あの、ローイングというね、背中を寄せる方の種目もね、しっかりやってほしいんですけど、これについては、あの、肩甲骨の間を締めるというものではあるので、まあ、ダンベルのベントオーバーローかと思いきや、それでもやっぱりバーベルの方がいいです。 どっちかといいバーベルの方がいいです、まあ、今うちにはこのコンボーバーベルに、えー、とダンベルがついた形、えー、ダンベルにこうね、えー、間に棒を、えー、継ぎ足してバーベルにするというコンボーバーベルというのがあるんですけど、まあ、こういうものねこれ今バーだけで売ってるやつがあるんですけれども、まあ、こういうものを使って、えー、家でしっかりとこういう感じの弁当バロをやっていくというね、まあ、それなりにはしっかり重量やっていく必ありますけれどもバーベルでやった方がこれは効果あります。 実際、胸をやっていくときに、この幅で、腕がこの幅でこうくる。で、これを締めておくので、ダンベル弁当バローってこうじゃないですか。こうじゃなくて、この幅で、この幅で降りてきて、ね、この脇の角度で降りてきて、これを締めておくので、本当に今の、バーベルの弁当バローと同じ感じで、どっちかというと、やっぱりバーベルの弁当バローをやった方が、そのまま締めるという力を使いますので、肩甲骨の間だけでなく、この後背筋とか大円筋も使いながら、後ろに寄せているという力を使いながら、 アーチを作っておくことがでできるので、まあ、どっちかというとバーベルの方がいいです、まあ、なのでジムに行ってる人はバーベルでやってほしいし、まあ、ない人は今みたいなえっと自宅でこのコンボーバーベルを買ってえやるというのも一つの手かと思いますだから大胸筋を使いたければまあねちょっとね一つだけ努力してやってみてほしいというところですまあそんな感じで背中のトレーニングもしっかり行うことで大胸筋に役立ててほしいということですねちなみに皆さん背中のトレーニングの量つまりセット数は 大胸筋と同じぐらいは少なくともやってますでしょうかね。まず、ここからね、まず基本的なところ考えなきゃいけないんですけど、一般的に大胸筋のセット数は多いけど、背中のセット数は少ないという人がいます。ただね、同等にやると言っても背中の筋肉の方が 筋肉の数が多いのでどうしても背中の方がセット数が多くて本当は当たり前なんですねだけれども背中のセット数の方が少ない人が多いですこれはもう極端に背中の筋,筋トレが少ないということになってきますのでそうすると今言ったように長年こういう姿勢で生きてきたのをこう戻すだけのものが養われないからどうしてもこれが上がってしまうということになってしまうのでむしろ背中の方が量が多くていいわけですねだからそこら辺もね、ちょっと考えながらやってみてほしいです今言ったように柔軟性と筋力両方が大切になります柔軟性と このストレッチと頻繁にこうやること、まあ、こことら辺はとにかく常に頻繁に毎日やるということで筋力を上げるトレーニングというのはもう本当に週1回多くて2回あればいい感じなのでそこの時だけ筋力を上げるしっかりストレッをやればいいということですねまあその辺の背中をしっかりすることによって大胸筋もっとねそのやってる効果とい上がってきますので一見ね見えない部分気にしない部分ではあるもののこの考え方を頭に入れてやっていかないと大胸筋は変わってきません特に50歳以上は変わってこないのでここを気をつけてぜひやってみてもらいたいと思います。 はい頑張っていきましょうチャンネル登録もよろしくお願いしますインストランのもやってますのでフォローよろしくお願いしますバサートレーナーのゆうじでした